こんにちは、のべ本店ののべです。今日のテーマは大人女子こそ2ブロックがおすすめです。こういった内容でお届けしたいと思います。このチャンネルをご覧の多くの大人女子、2ブロックと聞いて何を連想するでしょうか？そうです。ほとんどの人は男性のヘアスタイルを思い浮かべるでしょう。まあ、2ブロック知らないって人いないとは思うんだけど、一応そういう人のために説明すると、内側がね、ガツンと刈り上がってて、上から髪の毛がこう被さってる。ね。そういったスタイル、主に男性がよくやっているヘアスタイル、これを2ブロックと言います。まあ当然知ってるって方もね、男の人の髪型でしょと思う人多いんじゃないでしょうか。ただそうは言ってもこのノブさん、女性にもバリバリ2ブロックやっております。それこそね、男性みたいに中がバキッと刈り上がってるスタイルもあれば、かなりねソフトな2ブロックもあります。ここ、のぶや本店では本当にね、多くの女性が楽しんでいるヘアスタイルの一つです。そこで今日は、この2ブロック、大人女子にこそおすすめしたい2ブロック、これのメリット、デメリットをお伝えしちゃいたいと思います。もしね、今日のテーマで2ブロックというワードを聞いただけで、あ、私には関係ないわ。そう思ったあなた、大間違いです。2ブロックにはメリット、デメリットがあるだけではなくて、刈り上げない2ブロック、なんていうのもあるんです。そう、今日見ていただくのはこの刈り上げない2ブロック。甘めの2ブロック、ソフトな2ブロックなんです。ちなみに今日の流れとしては、この後実際のリアルな信屋本店のゲストの施術シーンを見てもらいます。これを見てもらえると2ブロックがいかに男性だけのスタイルじゃないのかということがよく分かってもらいます。きっとね、多くの女性はめちゃくちゃ素敵だわ、私もやってみたいわと思うこと受け合いです。そしてその後、毎度おなじみノブレディオのコーナーです。過去の動画に寄せられたコメントに対してノブさんがお答えします。これただ単にコメントをご紹介するだけではなくて、ノブさんのお答えが大人女子のあなたの可愛いのヒント満載です。そして今日はなんと大阪、特に心斎橋、または北海道、特に美唄市、この2つの地名聞いてピンときた人は要チェックです。あなたに耳寄りな情報ございます。そして最後、今日もあなたが可愛くなれちゃう体操ございます。のぶさんと一緒に簡単な体操をする、これを毎日続けてもらえると、あなたは確実にぐんぐん可愛くなれちゃいます。ぜひ一緒にやりましょう。てなわけで、今日も大人女子のあなたが可愛くなれちゃう情報満載です。ですので必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では解説します。まずは、今日の本題である2ブロックというやつね。こんな風に上と下を分けてることを業界用語ではブロッキングなんて言いますが、まあ、ただ単に上下分け取ってるだけ。でもね、実はこの分け取るラインがの高さ、高い場合、低い場合、それぞれその効果が変わってくるわけね。だから大事なのはこのどこで上下を分けるのかということね。そして今日のこのブロッキングのラインというのはね、左右で変えております。手前側、今、初めに切り始めた方は高い、逆サイドは低めに設定してあります。これはね、最終的なスタイルがアシンメトリーになるように、左右非対称になるように、わざわざそんな風にしております。で、見ての通り、さっきの向こう側のね、サイドも今の方も、ブロッキングをして下の方を短くはしてるんだけど、いわゆる刈り上げではなくて、段差がついて短くはなってるんだけど、ちょっとね、長さはそれなりにはある。でも明らかに上下の長さの差は大きく生まれます。そのことによってどんなことが起こるのかっていうのは、この後の解説でしっかりと説明するからね。2ブロックと聞いたら、やっぱりあの男性のヘアスタイルを思い浮かべちゃう人にとっては、これ2ブロックじゃないじゃんみたいなね、そんな印象を受ける人もいるかもしれないんだけど、間違いなく上下の髪の毛の段差が生まれて、そのことによる、いいことが起こると。それをこの後解説します。サイドに比べると、この襟足のエリアっていうのはね、限りなく限り上げに近い状態かな。刈り上げって何をもってして刈り上げと呼ぶのかっていうのは人それぞれ違うんだけど、襟足の方がより短くなるように設定してます。あんまりね、青くジョリジョリするようには切らないんだけど、かなり短い。でも上から被るから女性らしさがすっきり出ますよと。すっきりしてるんだけど、その上から被さる髪のボリュームがシルエットにメリハリをつけるし、すごくね、女性らしさ、色気みたいなものを生むわけね。もっと言うと上品さね、エレガントな感じになると。そして襟足こんなに切り込んでます。これはもう床屋さんのテクニックで、
ご存知の方も多いと思いますが、のぶさんは正真正銘の理容師、つまり床屋さんであって美容師ではないです。ゲストの9割は女性なので、世間一般では美容師さんだと思われてますが、理容師でございます。そして今もう顔周り切り始めたね。こんな風に上の毛がかなり長いのがこのカットシーンで分かってもらえるかな。内側が短くて上はこんなにかぶさってますよと。ただ中があんまりこうゴリゴリにね短く刈り上げられてるわけじゃないので、すごく馴染みがナチュラルだね。であとは前回これパーマかけてるから勝手にね、髪の毛は自然にカールがついております。これが最終的な仕上がりの柔らかさ、動きを生むということは、まあカット中に当然計算されつつのカットっていうことね。今ハサミでねこんなように、ザクザクとハサミを縦に入れて切ってるでしょ。これもね前回のパーマを生かすための切り方です。これ直線的にチョキンと切ると結構ねパーマはなくなってっちゃうというか弱くなってっちゃうのね。だからパーマは切れば切るほどなくなってっちゃう、弱くなっちゃうと思ってる人はだいたい毛先をチョキンと切っちゃうからなんだよね。今やってるみたいにこれはチョップカットなんて呼ばれてる技法なんだけど、ジグザグにギザギザに切ればむしろパーマはより蘇ったりする。なぜかというと髪の毛の隙間ができるからね。その隙間によって髪の毛がより曲がろうとする、そういった作用効果がございます。あっという間にもうトップの方にねカットが移っております。このトップの長さもね長ければ長いほど重さでぺちゃんと潰れてカールが出にくくなるからね。上に持ち上げて切る。で、アシンメトリーのバランスで切る。向かって左側、右側ね。向かって右側の方が短くて左側が長くなるような、そんなデザインになっております。ここからはドライヤー。まあ見ての通りね、ゴシゴシ乾かす。まあ毎度おなじみの乾かし方なんだけど、とにかく手串を通したり引っ張ったりねじったりっていう、そういったテクニックを一切使わずに、のぶさんはよくこれをママが子供の髪を乾かすようなっていう風なね表現をするんだけど、乱暴に乾かします。そしてここからは、ドライカットね、乾いた状態でさらに微調整をしてより髪型のクオリティをグイグイと上げていく。特にこの2ブロックの場合っていうのは上の長い毛と下の短い毛の馴染みを良くするためにすごくね重要な工程ね。これが大きくね髪の毛に隙間を開ける、そんな感じ。見てると分かるね、ズボンズボンとこう髪の毛に切り込みを入れてる、そんな感じだよね。これ切ってる毛見るとね、初めてのぶさんのカットをされる人はびっくりしちゃうんだけど、決して短くするためのカットではなくて髪の隙間を開けてより曲がりを作る、しなりを作る、そのための目的のカットね。コーヒー飲みます。のぶさんはセブンイレブンのコーヒーがね一番好きだったんだけど、最近はファミリーマートのコーヒーが一番美味しいなと思い始める今日この頃です。あ、今ヤクルトレディが来た。あ、 今ね入ってきたのヤクルトレディだからね。毎週ヤクルトを配達してくれてるヤクルトレディです。そして顔周りのカット、かなりね時間をかけて丁寧にドライカットで表情を作っております。このカットがものすごくその人の見た目の雰囲気ね、顔を見た目をかに影響するからね。で最後はワックスをこんな風にちゃっちゃっとつけて手ぐしでパッパで終了と。どうでしょう。はい、かわいい。はい、かわいい。ご満悦というね。はい、何度も見ちゃいまーす。
ってなわけで施術シーン見ていただきましたがいかがだったでしょうか。おそらくね、2ブロックという言葉を聞いただけのイメージとはかなりかけ離れた、とてもエレガントなスタイルだったと思います。まあほとんどの人がね、ペラリとめくらなかったらそんなこともわかんないんじゃないかな、見た目だけでは。というのも今日のゲストの場合はこの内側をね、刈り上げてないから、これ刈り上げてるのが2ブロックという考え方もあるんだけど、ノブさんが考えるのには刈り上げてるか刈り上げてないかではなくって、内側が短くて外側からつながらない髪の毛がかぶさってくる、これを2ブロックと呼んでます。なのでね、もし2ブロックという言葉、または刈り上げという言葉を聞いて抵抗があるあなたも、この刈り上げない2ブロックを取り入れることでいろんなメリットがございます。この2ブロックのメリット、そしてデメリット、今からご説明します。まずね、メリットその1、フォルムのコントロールが容易になる。これが挙げられるのね。フォルムっていうのは、シルエット、形、ね。フォルムのコントロールが容易になります。どういうことかというと、内側の髪の毛がなくなる。この内側の髪の毛っていうのはね、どうしても誰もが髪の量は多い、髪質は硬い、髪の太さは太い、そしてダメージが少ない。だから髪の毛が動きにくい場所でもあるし、量が多いから、この量が髪の毛全体、髪型にもよるんだけど、髪の毛全体のボリューム感を出してしまう。こういったことになるわけね。なんだけど、今日みたいに刈り上げてない2ブロックだとしても、内側の髪の毛はすごく短くて、上から被さる髪の毛で髪型が作れる分、その膨らみを目立ちにくくすることがめちゃくちゃ簡単なわけね。特に今回のようなショートのスタイル、または頭が四角い、それを丸く見せたいなんていう人にとっては、この内側をなかったことにしてしまえば、上から被さる髪の毛だけで髪型が作れる、つまりフォルムコントロールが容易になる、こういうことになるわけ。そして2番目、これは1番目のフォルムコントロールが容易になるとこととすごく似てるんだけど、髪の毛が多い人にとっての最も手っ取り早く確実な毛量調整、こういった役割を持っているということね。まあ、さっきの1番目フォルムコントロールが容易ということと、まあほぼ同義語と言ってもいいかな。何しろ内側の髪の毛がないものとできるので、髪型として使う髪の毛の量はぐんと減るわけだよね。この上半分だけで髪型が作れるので、実質毛量調整、つまり髪の毛の量を減らしたのと同じことになるわけだよね。内側が刈り上がってようが刈り上がってまいが、内側の髪の毛を短く切ってないものとして上からかぶせる髪の毛で形を作る、こうすることでフォルムのコントロールが容易になる。そしてそれはなぜかというと、髪の毛全体の毛量を減らしたのと同じことになるというわけね。これ髪の毛の量を減らすっていうのはいろんな手法があるんだけど、例えば代表的なのはすきばさみね。すきばさみで切って毛量を減らすなんていうよりも、最も手っ取り早くて最も効率がいい、それが2ブロックというわけね。そしてメリット3つ目、髪を洗ったり乾かしたりがめちゃくちゃ早くなる、楽になるということね。まあ当たり前だよね。内側の髪の毛がないわけだから。実はここって最も乾きにくいところじゃん、この下のエリアっていうのは。この一番乾かないところがないわけだから、それはね、洗ったり乾かしたり、めちゃくちゃ楽だし、なんなら水道代もすごく安く済みます。当然、シャンプー代も安くつく。まあちょっと大げさかもしれないけど、髪の量が半分ぐらいになるわけだからね。まだ一度も2ブロックやったことない人でも、ちょっとイメージしてみれば簡単な話だと思います。そして4つ目、髪の毛に動きや軽さが出せる。これっていうのは、短い髪の毛の上から長い髪の毛が被さってくるということで、空間ができるんだよね。内側の毛が短くて上から被さってくる毛が長いから、ここに空間ができる。この空間によって髪の毛は自由に動くし、浮かそうと思えば浮く、ぺったりさせようと思えばぺったりするというね、すごく自由度が高い髪になるわけね。だからね、すごくおしゃれな感じになるのよ。やっぱりね、髪の毛っていうのはツーンとして動かないよりもしなっていて、自然な丸みとかね、柔らかさが出てた方がすごくおしゃれ感が出る。もちろんこう優しい雰囲気になる。それには内側の毛が短くて上から長い髪が被ってる、この空間がものすごくいい仕事をしてくれますよと。そういうことね。そして5つ目、ヘアスタイルの持ちが良くなる。これはね、過去の動画でもお伝えしたと思うんだけど、髪の毛が伸びるスピードというのは前髪が実は一番遅い。ね。そして一番早いのはこの襟足だったりするわけ。襟足。その次に早いのが横、耳の周りね。この伸びるのが早いエリアを短く切っちゃう。段差がついてるわけで、これが追いついてくるわけがないんだよね。
だから内側の毛が短くて上から被ってる以上は絶対にそれを追い越して内側の毛が伸びちゃうってことはありえない。つまりヘアスタイルが伸びても伸びても本来結構早い段階で気になっちゃうこの髪のエリアが短くなってる分、髪型自体の持ちが良くなりますよと、こういうことです。とまあこんな感じでパッと思いつくだけでも5つのメリットがございました。じゃあ逆に言うとデメリットはあるんですかと、このデメリット、ツーブロックのデメリットないわけではないってな感じかな。じゃあその代表的な一つ何かというと、伸ばしたいまたはスタイルチェンジをしたいという時の選択肢が狭まる。あるよね。内側が短い、外側が長い、その分だけやっぱり次にできる髪型が限られちゃうということと、いざ髪を伸ばしたいという時にね、やっぱ中を短く切っちゃってる分伸びていくのは遅くなります。だからね、まあこれはどうやったら防げるかというと、やっぱり計画的にね、思いつきで2ブロックをするんじゃなくて、こういう感じで、こういうメリットデメリットがありますということを理解したあなたと理解した美容師さんとの連携プレイでいくらでも防ぐことができます。まあ具体的に言うと、今回2ブロックにします、当分の間は伸ばさないですよと、スタイルチェンジちょっと難しくなってもそれはそれで OK です、こういった合意のもとでやればめちゃくちゃいいヘアスタイルですよということ。そして考えられるデメリット2つ目は、これはね、刈り上げの2ブロックの場合特にそう、ね、今日のゲストは刈り上げてない2ブロックでも、ノブさんのところには女性なんだけどゴリゴリに刈り上げる2ブロックのゲスト結構な数います。彼女たちはね、みんな納得してやってる、それが好きでやってるのね。別にノブさんにお任せすると勝手にゴリゴリに刈り上げられちゃう、有無を言わさず2ブロックにされちゃう、そんなことは全くないからね。でもね、ここで考えられる刈り上げの2ブロックのデメリットというのは、やっぱりね、刈り上げイコール男性的というふうな図式が頭の中にがっちりある人にとっては、それ刈り上がってるじゃん、ね、男の人みたいじゃん、下手するとおじさんみたいじゃんみたいな、そういうふうにこの2ブロックというデザインが受け入れられない人っていうのは世の中に、まあ、ある一定数いるわけね。そういう人にとっては刈り上げっていうのはもう男の人のやることだから、女の人がやったら変だよみたいな、おかしな決めつけがあるわけね。だからまあごく少数だと思うんだけど、この刈り上げ2ブロック女性のあなたがすることによって、分かっちゃいない人が批判的な、ね、否定的な意見を言う、まあこのぐらいかね。まあこんなのはね、納得してやればいいだけなのね。別に、それ分かんない人には分かんなくていいですというふうに自分が納得していれば何にも問題ないので、まあこの2つっていうのはデメリットとして挙げるのもどうかなと思ったんだけど、まああえて言わせてもらうと、デメリットというのはこの2つ、この程度かね。でね、中にはね、こう刈り上げるとすぐ伸びちゃうんじゃないですかっていう人がいるんだけど、さっきも言った通り内側が短くて外側から被ってるわけで、むしろ髪型の持ちは良くなるわけよ。それはね、刈り上げてても刈り上げてなくても伸びるのは一緒だから、伸びるスピードっていうのは一緒なのよ、短くても長くても。だから刈り上げちゃうからすぐ伸びちゃうってことはありえない。それとね、もう一つ、今日のゲスト刈り上げない2ブロックをしてたから、せっかくだからね、お伝えするんだけど、この刈り上げのデメリット、特にその刈り上げイコール悪いイメージを持ってる人にとっては、それを防止というかね、予防できるのは今日のゲストのような刈り上げない2ブロックなのよ。まあ刈り上げって何をもってして刈り上げと呼ぶかは人それぞれだからね。短ければ、要するに、すっきりショートイコール刈り上げだと思ってる人すらいるし、青々としてるのが刈り上げ、またはバリカンで切るのは刈り上げとかね、人それぞれいろんな刈り上げという言葉に対する解釈はあるんだけど、他人から見て刈り上げというふうに呼ばれないギリギリの長さ設定にするっていう手があるわけね。それこそが今日見ていただいたあのゲストのヘアスタイルだったわけね。だからね、刈り上げる刈り上げないとは別に、ノブさんが今日一番最初に言った大人女子に2ブロックはおすすめですよと言ったのは、こういった あなたにとっていいことがたくさんある髪型なんです、そういうことを知ってもらいたくて今日の動画を作りました。ぜひね、今後特にショートヘアのあなた、これから季節はどんどん暖かくなってね、夏に向かっていきます。この時に私スッキリ感結構好きだなとかね、または髪が動かない髪質ね、動きの出ない軽さの出にくい髪質だったり、または癖っ毛でものすごくボリュームが出ちゃう、
なんていう人にとっては、2ブロック借り上げるか借り上げないかは別としてもね、チャレンジしてみる価値は十分にあると思います。その際の注意点としてはね、ぜひそういったスタイルが得意な美容師さんにやってもらいましょう。あまり2ブロックが得意じゃない美容師さんにお願いしてもちょっとね、うまいこといかないんじゃないかなと思います。なのでもし2ブロックチャレンジしてみたいと思ったら、今担当している美容師さんに軽いジャブを入れて、2ブロックっていつかやってみたいんだけどどうかななんて、お伺いを立ててみる。その時の反応によってお任せしてみるのか、または美容師さんをチェンジ、ね、違う美容師を探してみるなんてことも視野に入れてみると、あなたも素敵なヘアスタイルになれるんじゃないかなと、そういった提案でした。現場からは以上です。ではお待たせしました。今日もノブレディオのお時間です。シャギーン参ります。アミちゃんさん、これまでの動画を見てふんわりサラサラのスタイルになり大満足なのですが、ノブさんおすすめの自撮り YouTube をやっていて何か物足りなさを感じていました。そう、整いすぎて躍動感がないんです。春だからあちこち跳ねるのやってみよう。ワクワクして体もぴょんぴょん跳ねちゃいそうです。こんなコメントいただきました。ちなみに今日ご紹介するのは一昨日の動画、こなれ感ってなんだ、こういった内容の動画です。ここでお伝えしたのは髪型、整いすぎてるよりもちょっと崩れてる、ちょっとリズムが乱れてる、そういったことをこなれ感というんだけど、そうすると少しこうおしゃれ感が上がりますよと、大人女子のあなたにぜひおすすめですよと、レベルアップしちゃいましょうよと、そういった内容だったのね。そこでこのアミちゃんさん、過去の動画でね、ノブさんが自撮りをした方がいいよというふうにおすすめしたのね。それは写真のバージョンもあれば動画のバージョンもあるんだけど、それをやった時に自分で自分を見た時、どうもなんか物足りないなと思ったら、その髪が整いすぎてたんだと。そうすると躍動感がないんだなということに気づいてくれたのね。でね、やっぱり今まで自分のやり慣れた見慣れた髪型をちょっとでも何かこう崩してみるっていうのはね、最初やり慣れてない人にとってはちょっとね、勇気がいるチャレンジだと思うね。でもノブさんの動画を見てやってみようと思ってくれました。そしたらね、ワクワクして髪の毛だけじゃなくて体もぴょんぴょん跳ねちゃいそうですって、これは最高です。もう全てね、春のせいにしましょう。何かね、これまでやってこなかった新しいことにチャレンジするとき、すべて春のせいにしちゃえばいいんです。その調子でいっちゃいましょう。アミちゃんさん、ありがとう。次、マニトガ美容師しげさんです。さんからいただきました。ノブさん、いつも勉強になる動画をありがとうございます。そして、今回、ノブさんの YouTube、ポンちゃんの動画を通して、奇跡的な嬉しいご縁をいただきました。ありがとうございました。これからも拝見させていただきます。ありがとうございました。こんなコメントいただきました。このマニトガ美容師しげさんですっていうのは、ノブさんがプライベートでお付き合いのある、まあ、そもそもね、ノブさんはセミナー講師として日本中お呼ばれしてね、セミナーをしてたんだけど、いろんな地域のいろんなセミナーにまめに通ってくれたこのしげさん、プライベートのお友達です。そしてね、このしげさんの言うご縁というのは、実はね、この信屋本店のぶのチャンネルの視聴者さんが、のぶさんがこの動画内で紹介したポンちゃんのサロンにコンタクトを取ったんだけど、そのポンちゃんのサロンもなかなかちょっと予約の都合がつかなかった。そこでまあいろいろインターネットで調べた時にこのしげさんを見つけた。そしてしげさんのところに予約を取って髪の毛を切りに行ったと。まあこういった経緯でこの信屋本店のぶのチャンネルの視聴者さんが、のぶさん、ポンちゃん、しげさんというふうにこうね、どんどんこうご縁がつながっていったと。そこで、このしげさん、なんと、その嬉しさのあまり、YouTube チャンネルを始めてしまったんです。そこではね、この今回の経緯を事細かに、おしゃべりしてね、伝えてくれてます。このしげさんこそが一番最初に言った、その大阪の心斎橋の、というのは、大阪心斎橋の美容師さんなんです。このしげさん。まあさっきも言ったんだけど、これまでのぶさんのセミナーに何遍も通ってくれてるし、何年前だった？ 3 年前か4年前。ノブさんで夏休みで、ちょっと西日本の方にね、わーっとこう旅行というかね、うちの奥さんのなっちゃんと一緒に新幹線に乗ってブラ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 した時があったの。その時に大阪に寄った時に、そうだと。しげさんの店、アポなしで突撃したれと思ってね、きっとびっくりしてくれるだろうなと思って、しげさんの店に、夏休みだったからめちゃくちゃ暑い日だったんだよね。
もうね、ちょっと歩くだけで、荷物持ってちょっと歩くだけでもうだらだらに汗かくような日だったんだけど、しげさんの店を地図を見ながら初めて訪れました。ね、あそこだっつって、2階のお店、階段上がってったら、なんと、お店がお休みだった。というね、そんなこともあったというこのしげさんです。まあそんなしげさんがね、YouTube 一生懸命おしゃべりしてます。まあね、このチャンネルを見ていただいている方の中には、ご存知な方も多いと思うんだけど、このノブさん、かなり変なおじさんです。そしてね、このしげさんっていうのも、ノブさんに負けず劣らず変なおじさんです。でもね、その変なおじさんの動画をぜひ見ていただいて、あ、このぐらいの感じだったら私、まあまあ大丈夫かも、と思った方は、ぜひ、このしげさんのサロン、訪れてみてください。しげさんの YouTube チャンネル、概要欄の方に貼っておきます。概要欄の見方もね、ご存知の方多いと思うんだけど、今見てくれている画面の下に今日の動画のタイトルがございます。そこをポンと押してくれるだけで概要欄というのがパッと開いて見れます。そこにしげさんの YouTube チャンネル貼っておきます。そこからね、しげさんの YouTube チャンネルに飛ぶと、そのしげさんの YouTube チャンネルの動画の概要欄、そこにしげさんのブログが貼ってある。しげさんはね、ブログ毎日毎日更新してるので、そのブログにお店の住所だったり、コンタクトの方法っていうのが書いてあるので、まあ、心斎橋といえばね、関西地方の人はわかると思うんだけど、しげさんにコンタクトを取る場合は、そちらからよろしくお願いします。そしてね、その際は必ず、ノブさんの YouTube 見ましたよって伝えてくれると、しげさんも、あ、そうですか、と、ね。すぐに話が通じて、お互い、コミュニケーションがスムーズになるはずですので、ぜひよろしくお願いします。ということで、しげさん。ありがとう。いや、大きに。次、美容師ゆかりん、大人女子の味方さんから、こなれ感、抜け感、よく言ってます。よし、私も動画にしてみまーす。笑い。こんなコメントいただきました。この美容師ゆかりん、大人女子の味方というのも、まあ、かつてね、ノブさんの動画で紹介したことがあるので、知ってるっていう人もいるかもしれない。このゆかり、彼女もノブさんとプライベートのお友達。ノブさんがセミナーをしている時の受講生です。で、ね、北海道はね、年間大体毎年2回行ってたんだけど、まあこのゆかりは毎回毎回、来てくれてまして、講習会が終わった後ね、夜だったり、まあ一泊した翌日だったりね、ノブさんはとにかくジンギスカンが大好きなんで、ね、生ラムのジンギスカン。そしてこのゆかりっていうのは必ずノブさんに呼ばれて、隣に座らされて、ノブさんのジンギスカンを焼かされるという、そういうね、係だったのね。それぐらいまあ仲良しで、ちなみに、来月、4月の何日かにね、ここに髪の毛を切りに行きます。そして彼女はね、今こんなに髪が長いのね。その髪をバッサリと切る、だったと思ったな、確か。あの、ヘアドネーションっていうのはね、ヘアドネーション。髪の毛を切って、その髪を寄付する。ね。病気や怪我で髪を失ってしまった子供に、ウィッグを作ってプレゼントするというそういったボランティア活動があるんだけど、このゆかりはそのヘアドネーションのために伸ばしてました。それを来月ノブさんがバッサリ切りますと。もしかするとゆかりの YouTube チャンネルでその模様が動画になって見れるかもしれない。そしてね、今ゆかりはロングヘアね、ものすごいロングヘアだから、ノブさんのチャンネルにもね、よくコメントでロングヘアのバージョンもお願いしますっていうリクエストが来る。なかなかね、その機会がないので、このゆかりのチャンネル、超おすすめです。彼女がロングヘアを、例えばコテで巻いたり、例えばアップにしたり、例えば普段のお手入れだったり、すごくね、実体験をもとにリアルなレポートをしてますので、ロングヘアの情報欲しいって人は、ぜひ彼女の動画を見てください。それとね、コメントにあるように、私も動画にしてみます、笑いっていうのは、彼女はノブさんのネタを結構パクりまくってるわけね。だから同じようなタイトルで同じような内容のネタがいっぱいあります。まあそこはご愛嬌ということで、ぜひこのね、美容師ゆかりん大人女子の味方のチャンネルの方も要チェックです。当然概要欄の方に貼っておきます。よろしくお願いします。ゆかり、ありがとう。次、中林純子さん。ノブさん、ありがとうございます。髪のことで落ち込んでる時、ふとノブさん見ました。助かりました。その時から今日まで、ノブさん、ありがとうございます。と、毎日です。ドライヤーのかけ方、勉強になり、初めて一人、携帯に、ありがとうって言ってしまいました。感謝。ということです。
ノブさんの動画を見て携帯に向かってありがとうとね言ってくれたという、いやいやいや、こちらこそありがとうですね。ノブさん、実際毎日朝から晩までサロンワーク、つまりまあこの営業をしてね、それが終わった後こうして撮影します。またノブさんにも一応休みがあるので、休みの日も欠かさず必ず動画を撮ってます。なので、まあ実際ぶっちゃけちょっとしんどいなと思う時がなくはない。でもね、こうして毎日毎日ノブさんありがとうありがとうっていうねコメントをたくさんの方がくれて、それこそがノブさんの動画を作るモチベーションになってます。なのでね、この純子さんも、もう携帯に向かってありがとうって言っちゃうぐらいね、ノブさんに対してそういった気持ちを伝えてくれてると思うと、これは当分まだまだこの動画の毎日更新を続けていこうかなと、そういう決心をせざるを得ない、ありがたいコメントでした。こちらこそ感謝です。中林純子さん、ありがとう。ということで今日のノブレディは以上です。では今日もあなたが可愛くなれちゃう体操いきましょう。これ過去に紹介はしたんだけど、また再びいきましょう。特に肩こりの人ね、しっかりとこの体操をやってみてください。まず手を肩に置く。これを肘を正面まで上げます。そしてそのまま真上に上げます。この時に肘が開かないようにね、真上に上げて耳をしっかりと挟むように。そしてこの肘を真横、さらに斜め後ろ、下、前、上、横、斜め後ろ、下、前、上、横、斜め後ろ、下、前、上、横、斜め後ろ、下。これを連続でやるとぐるぐるになるわけなんだけど、最初からぐるぐるするとこの肘の周りが小さくなっちゃうので、わざわざ前、上、横、斜め、後ろ、下と、このポイントを意識しながらやることで最も大回りができると、そういうことだね。なので前、上、横、斜め、後ろ、下、こうすることで肩甲骨が回るように、肘を大きく回すことによって肩甲骨をしっかり動かしましょうと、そういうことだね。はい、10回いきましょう。1、前、上、横、斜め、後ろ、下、2、3、4、5。できる人はぐるぐる回しちゃっていいからね、こういうふうにカクンカクンってやらないでぐるぐる回しちゃっていい。ああ、もう何回やったかわかんなくなっちゃったな。多分8、9ぐらいじゃないかな。はい、10。はい、お疲れ様でした。これだけで、ね、肩の周りすごくスッキリすると思います。肩甲骨をしっかり回す。これね、めちゃくちゃ重要なので、ぜひとも毎日やってください。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。ここでお知らせを2つ。もうご存知の方も多いと思うんですが、この信屋本店のぶのチャンネルとは別に、サブチャンネルとかセカンドチャンネルなんて言われてるね、もう一つ新しいチャンネルを開設します。そこでは音楽をメインにやります。チャンネル名を発表しちゃいます。ドルル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 そうなんです。のぶや音楽館という名前になることが決定しました。具体的なことについてはまた後日発表しますので、ぜひお楽しみに。それとお知らせもう一つ。4月30日、夜9時半からライブ配信やっちゃいます。このチャンネルの編集&音楽担当の赤ずとのぶさんが2人で皆さんと一緒にコミュニケーションを取りたいと思います。ぜひ今のうちにスケジュールをバッチリ押さえておいてください。ってな感じで、なるほど、納得。と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。チョキでした。ありがとう。